日本の教科書に載ってないよく使う英語フレーズクイズ。やっと言えたね。カミカミだったから。そんなことない。全部カットするから。はい。よくね、K、うん、は思うんです。はい。すごいよく使うフレーズなのに、うん、日本の教科書どこにも載ってないなとか、学校では習わないなって、なんで教えないんだろうって。パードゥンとか。逆にあんま使わない。パードゥン、日本の中学生みんな知ってるから、パードゥン。あんま使わないっていうのがいっぱいあるので、はい、今日は K が日常生活で使うやつだね、うん、を10個選んできたので。しかもさ、日常生活で使うってことは結構簡単な単語なの。単語は実際簡単。中学校で習うレベル。うん。へぇー。全然簡単だけど。ならわかるよ。おぉ。ならわかるよ。一応俺だって、ねえ、ずっと英語を勉強してきましたから。いいですね。うん。一応やったからね。早速やっていきましょうか。はい。楽しみだな。じゃあ1個目。じゃあ1個目いきます。せーの。Break the ice. Break the ice. アイスをぶっ壊すってこと？これに、これをが何？日常的に使うの？そう。え？アイスぶっ壊す。Let's break the ice here みたいな。あ、今のがヒントね。うん。ここでアイスぶっ壊せよって言ってんのね。それが違う意味なんだ。って言ってないけど。でもさ、break the ice。アイスってさ、やっぱ冷たいものじゃんか。うん。冷たいものを壊すってことでしょ？そのニュアンス的に。だから、緊張ほぐせみたいな。ああ、そんな感じ。お、マジ？惜しい。惜しいの？惜しい。なんか、緊張ほぐす、うん。なんかもうちょっと細かく言ってみて。状況。状況？どういう緊張をほぐすによって変わっちゃう。何？緊張に種類があるの？あるあるある。じゃあ、試合前とか、試験前とか、こうガチガチに固まってる人に対して言う。違う。違うの？それだと違う。じゃあ何？答えは？答えは、うん、なんか初めて初対面の人たちとかがこうやって集まって、うん、みんなが緊張して何も言えない中で Let's break the ice here とかちょっと空気温めようかみたいな感じで。確かに日本でもアイスブレイクっていう。そうそうそう。じゃあ逆にアイスブレイクは間違って、アイスブレイクタイムとか言ってよく。アイスブレイク、そうね、こっちの方が言うかな。へえ。あ、じゃああれとそのアイスブレイク一緒なんだ。一緒一緒。あー、くそ。こっちの意味惜しかったね。どうぞ。じゃあ次のいきますね。はい。Under the weather. Under the weather. Under the weather. 天気の下？そう。天気の下。直訳すると天気の下だよね。そう。I was under the weather last week. 場所になるってこと？違う。場所じゃない。天気の下？ウェザーをこういろんな意味に変えていけばいい。うん。天気だからね。うん。天気？わかった。なんでしょう。テンション低い。おお。そんな感じ。おほぼ正解。え、厳密にはなんかこう、うん、調子が悪いとか。あー、なるほどね。テンションも入る。へー。もうなんか全体的にあんまりいい気分じゃない時とか、ちょっと怒ってたりとか、はいはい、なんかそういう感じの時に、はいはい、I was under the weather っていう風に。知ってた。いやちょっとなんか。気持ちいい。ムカツさん調子乗ってんのムカつくな。気持ちいい。非常に気持ちいい。だって2問中2問正解だよ。いや1問目違うでしょ。2問中2問正解。うわ気持ちいいわこれ。じゃあ次いくね。いくよ。はい。ヘッズアップ。ヘッズアップ。ヘッズアップ。頭上げろか。そう。直訳する。でもこれよく俺よく見てる YouTube で出てくる。Give me a heads up when you're going there again.俺がよく見る世界の横沢っていうポーカーチャンネルでヘッツアップってあのなんかあるんだけど、うん、意味はわからないのヘッツアップって言ってるけど、うん、集まる的なみんなが違う顔を上げろじゃないんだもんね、うん、こっちちょっと来てみたいないや違う集まれ的な違うじゃあ答え言うよ、うん、答え言うよ注目してくださいなんかいや違うんだけど、うんその考える路線としてはっぽい。じゃあ答えどうぞ。事前に言ってねって意味。ヘッズアップ？そう。頭上げろなのに？で、一番もともとなんでそうなったかっていうと、うん、なんかこう飛んでくるときに、うん、ヘッズアップって言うと、うん、ってこう。ああ、気をつける。そうそう。注意するみたいなね。そう、だから気をつけるとか注意するとかっていうときに、うん、なんかヘッズアップって言ったら、うん、こう、事前にこう注意してあげるみたいな感じのそう使い方なの、ね、で
それがだん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 あのどっか行くとき、あ、俺も、うん、俺にも言ってねみたいな、先に連絡して言ってねみたいな時も使うようになった。なるほど。Give me a heads up って言うと、あ、連絡してねみたいな、言ってよみたいな。Give me a heads up って言えばいい。そうそうそう。先に言ってねみたいな。だからこう heads up って言ったらこうってこうね、なんか注意してね。じゃあ俺そっちはあったんだ。そうね。あ、じゃあ俺3問正解だ。いや違うわ違うわ、今違うわ。3問中3問正解だ。いやいやいや、あ、すげえ、もうアメリカ人だ。違うわいや、それもだって怪しかったよ、言ってる時ちょっと違ったよ、言っとくけど。じゃあ次行こうか。想像力豊かじゃね。まあ確かに。じゃあ行きますよ。はい。 Don't mention it. Don't mention it. Don't mention it. メンションはさ、うん、YouTube とかでもあるじゃん、アットマークつけてさ、あ、メンションする。そう、メンションするっていう。まあ、メンションだけで言ったら、うん、言うとか、なんかこう、フレーズとか言うとか、うんうん、言葉に出すみたいな。Don't mention it. 静かにしろ。違う。気をつけろ。違う。あ、これは当てられなさそうだな。でも、うん、結構よくお兄さんが見るドラマとかでも出てきそう。Don't mention it. 頑張ってね。違う。これでも、めっちゃ使う。マジで？めっちゃ使う。直訳するとどういう意味？言うな。直訳でもおかしくはないんだけど、うん、その意味合いとしては違う。ただ黙れみたいな言うなじゃない。省くな。違う。友達省くなってあんま言わないもん、ね。ちょ、怖いな、あなたの日常。答えは？どういたしまして。どういたしまして。そう、だから、うん、Thank you so much って、oh, don't mention it。言わなく大丈夫だよって言う。そんなこと言わなくて大丈夫だよみたいな、なんか。どういたしまして。めっちゃ便利じゃん。全然いいよって感じの意味。え、これ俺アメリカ行ったら使おう。めっちゃ使う。それ言われるとちょっと、あ、イケメンみたいな感じになる。え、皆さんこれぜひ使ってください。 Don't mention it。 合ってるはずの。そう、 Don't mention it。 OK、 俺これだからなんかしてくれたり、今日俺言ってるのに、うん、Don't mention it って、大したことないよみたいな感じで言ってるイメージ。アメリカで唯一謙遜する言葉なんじゃない？英語で唯一謙虚な言葉なんじゃない？そんなことはないです。そんなことはないですけど。かっこいいね、確かにこれ言えたら。ちょっとかっこいい。ちょっとかっこいい。うわー、いい問題持ってきたね。せやろ。めっちゃ使う。これ当たらんわ。英語への道、まだ険しいな。英語マスターへの道。これむずいね。これ、あ、どうしようかな。でも今のって簡単だよね。単語も簡単だから覚えやすいし、すぐ使える。じゃあ、次は、うん、同じ単語なんだけど、2個種類ある。うん、じゃあ行きます。5つ目どうぞ。 Beats me that I'm beat。 意味違う。そう、意味違うけど、 beat っていうのは一緒だから。野獣？違う。 beat は打ち勝つ、打ち勝たれる、やられる方。 beat やられる方、うん、beats me っていうのと I'm beat、 これ両方結構使う。でも打ち勝たれるっていう意味はない。うん、負けるみたいな意味合い、直訳するとね。上のビーツミーはあれだ、煽りだ、煽り、立ってみろよみたいな。違う。じゃあこっちがそれだ、こっちが違う。ビーツミー、うん、どういう時使うの？言い方ビーツミー、やれやれ。違う。あのバカタレ。違う。めっちゃ口悪いな。こんやろう。違う。そういうんじゃない。もうしょうがねえやつだな。じゃあヒントね、うん、I did so bad on the test. Beats me. 同情する。違う。総理的な、総理的な。違う違う。あー、どんまいどんまいみたいな。違う違う違う。うっそ、俺使ったことあるこれ日本語で。あるけど俺が知らない単語とかじゃない。あ、そういうんじゃない、そういうんじゃない、そういうんじゃない、うん、Did you know that? とかっていうときに Beats me。 あ、私に聞かないでみたいな感じか。でも自分も悪いから、知らないから。そうね、なんかまあ。そうだろ。違う。答えていい、うん、私もなんか知らなかったとか、なんか完全に能力外だとかっていう時に。もう全く知らないみたいな時に使うってこと？そう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 。I don't know とは違うんだよ。うん。はぁ、I don't know はどうなの？いや、これはスラング。あ、スラングなんだ。うん。まあでも今日使ってるんだけど、スラング。ああ、そうなんだ。Beats me って言ったら、もう無理無理無理みたいな感じ。うん。あ、じゃあ、あ、じゃあ、例えば、ヒンディー語喋れるって言われたら、Beats me ってなるわけだ。まあね。
ただなんかそういう感じではあんまり使わない。使わない。当時がさっきテストみたいな時に使わない。とか、なんか聞かれた時に。行き先わかるとか。そう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 。もうみんなで考えて全然わかんないわかんないって言って、わかるって言って、ヒンピーツミーみたいな。へぇー。ちなみにアイアンビートはもうわからんよ。アイアンビートは超疲れた。もうやられた、もういろいろ、もう超疲れたって時に使う。タイヤの上？そうね。タイヤの上かも。へぇー。そうなんだ。みたいな。エクゾーストとタイヤの間かも。あ、その間にビートがあるかなー。でもちょっと人による。あんまり、なんかこう。もうこちらはノリが軽いわけだ。そうそう。はい、ビートみたいな。へぇー。もうやられたわ、みたいな。こんな簡単なんだけどね、知らないわ。そう。っていうのでした。じゃあ次いきますね。うん、これ面白いわ。勉強になっちゃうね。これは、簡単だと思う。次？うん。あ、じゃあ俺も当てられる？なんか想像しやすいと思う。けど、うん、日本の教科書とかでは見たことない。せーの。Let's grab a bite. Grab a bite? Let's grab a bite. Grab って何？ Grab. Grab. つかむ。Bite. つかむ。うん。あれ？意外と。これ、under the weather とかより簡単なこと？あ、こういうこと？つかみ食い？違う。こういうんじゃないの？ Let's grab a bite. こういうんじゃないの？違う、違う。あ、そうか、意外と？あ、これ意外と難しいかも。じゃあ。掴むと離さない。違う。握りつぶす。違う。噛みつく。怖いんだよ、さっきから言わない、そんなこと。食べる。あなたの日常どうなってじゃあ、連想してんの、今。こっちか。変わってない、これと、これは変わってない。Let's grab a bite. OK。うん。俺は何を OK したんだろう。丁寧にトングとかで掴むものじゃない掴み方の問題じゃない食べる系うーん夕飯行こうぜみたいなそうええー、嘘ご飯行こうぜあながち間違いじゃないじゃんか違うわそれご飯行こうぜって意味でもマジでご飯行こうぜなのこれそう、ね、でも夕食には限るああご飯行こうぜ、ね、ご飯行こうぜ、うんちょっとテイクアウトとかでもいいし、うん、普通にご飯食べに行くでもいいし、Let's go grab a bite って言って、お腹空いた時に Let's go grab a bite って言って、そうなんだ、すげえ。って言って、Oh yeah, me too みたいな、一緒に行くみたいな、I'll go too みたいななる。というわけでした、正解です。意外とでも難しかったね。これ最初にすぐ出ると思った。いや逆に、もう顔が。次行きましょう。次行きます。せーの、That's a rip off。リップってこのリップあ、違う、それはリップ。リップは、破く。もうリップオフするってこと That's a rip off. これは、よく観光地とかで使うかな。期待外れ違う。いや、でも思ってたのと違う。違う思ってたのと違う。違う。思ってたのと違う。違う。思ってたのと違う。違う。よくあるじゃん、看護師って言ったら。思ってたのと違う。違う。写真は撮れるけど、重さと違うみたいなのあるじゃん。ちなみに、うん、あの、日本人パリ現象みたいなのがあるらしくて、うん、日本人がパリってショック受けすぎて、思ってたのと違いすぎて、うん、震えて、なんかもう、なんかちょっとおかしくなっちゃうっていうのが、なんかそういう 病名であるの。なんて名前なんかパリ病みたいな感じで、ちょっと名前忘れちゃったんだけど。パリそんなに大したことないのなんか汚かったりとかイメージが強すぎるのかそうそうそうで特に日本人が良くなるらしいっていう噂を聞いてめっちゃ笑ったんだけど、それがこれなのこれ違うあ、これが違うのThat's a rip off あ、道に迷った違う地図に書いてないよ違う誰に言うんだよThat's a rip off ひらめいた違うなんで観光地でひらめいた観光地でしょじゃあ自分が観光地にするじゃんか。で、例えばじゃあ、いろんなところにあるとするじゃん。じゃスカイツリーでいいや、うん。日本でいい。スカイツリーで行って、うん、That's a rip off って言うんだ。俺。知らないけど。あ、じゃあいろんな人になってみればいいんだ。もう妄想膨らましすぎて行って。あ、わかったすごいだ違う。期待通り違う。これ以上はない違う。もう無理諦めた。諦めた。
答えは、うん、高すぎる、もう値段と物が合ってない、完全に観光客価格、そうそう、日本語だと何て言うんだよ、観光客価格、ぼったくり、ぼったくり、あ、ぼったくり、これぼったくりを言います。へー、that's a rip off、 that's a rip off、 あれぼったくりだよ。へー、それでぼったくりなんだ。そう、これぼったくり、めっちゃ使える。なんかちょっと完全になんか値段にそぐわない感じのものだと、うんうんうん、あれっちのメーカー、これさ、面と向かって言ったら怒られる、まあ卑妙で、まあそうだよ。なんかフリーマーケットくらいで言ったら、まあ、あ、なんかちょっとほがらかにね、ザッツ・ザ・リップ・オフとか、うん、それならいいんだ、まあ、ちょっと言う人に考えた方がいいかもしれないけど、ちょっとイラッとする人もするいるから、うん、まあそうですね、ぼったくりでよって言われたら嫌な気持ちになる。そうそうそう、ぼったくりって言ってるようなもんだから、あ、オッケーオッケー、ぼったくりと一緒ね、だからぼったくりと一緒ってさっきから言ってるじゃないですか。なんで最後にもう一回ぼったくりと一緒、答えはぼったくりですって言ってるのよ。わかった、じゃあ日本でぼったくりだって言われてると同じ気分になる。そうね、かなりやばいね、じゃあ。そうね、だから陰で言った方がいいね、これはね。だからふざけて言ったら言えるかもしれない。あ、なるほどね。いや、ぼったくりだよみたいな感じだ。あ、オッケー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 。でも、うん、使えるって言ったら使える。だからぼったくりだと思ってる。了解。めっちゃ便利でしょ。便利な言葉使います。じゃ次行こう。便利な言葉使います。日本語。部活日本語がおかしくなってきた。次行こう。行きますよ。せーの。バンドは。バンドは。バンド。うん、バンドルじゃない。ハンドルと一緒か。手あげろ。違う。ハンドル、ああ、手あげろみたいな。バンドル。バンド。バンド。ボンドみたいな感じ。バンドは、うん、巻く。負け負け。時間を短くしろ。負け負け。今完全にハリーアップだったよ。バンドル。急げ。違う。気をつけろ。違う。早く行け。違う。スピーディーに。違う。なんでこの動作しねえよ。バンドルアップしてねえよ。どういう時使うの？出かける時とか。忘れ物ない？違う。ユニットバンドは。トイレ行っときな。違う。出かける時、そうそう。トイレ行っときな。鍵閉めろ。窓も開け閉め。違う。ガスの元栓。違う。ユニットバンドは。ユニットバンドは。ユニットバンドは。でもどちらかというと。うん、子供とかこう自分より下の人に言うことの方が多いかな。ちゃんと車乗ってね。違う。これも必要？いや、今は必要じゃない。あ、シートベルト。違う。ベルト。違う。ベルトいらんの？わからんです。リタイア。あったかくしなさい。いっぱい着込みなさいって言う。なんでこれ？これがあったかく。バンド、こう、いろいろいっぱい巻き。いや、言い方が違ったね。うん。そっちだったら分かったかもね。そうそうそう。これやってたから、ずっと。手あげろって人しか何言ってんだろう。これ、これなんだろう。あー、こっちか。そう、バンドは。はー。惜しいね。そう、外出るときに、ちょっと寒いから、もっと着込みなさい。ユニットバンドは。とか、なんかいっぱい着込んでる子を見たら、おー、よー、バンドが、みたいな。へー。いっぱい。なんかコモコになってるみたいな感じのイメージ。いや、むずこれ使えるねやって、うん、じゃあ次行きましょう。疲れてる。疲れた。全然頭にし疲れてる。あと2個。あと2個。じゃあ次行きますよ。はい、せーの。 Have a blast。 ブラストって何？ブラストブラストってなんかこう爆発するとか、バーン。それこそあったかくしろよってことじゃない？これ Have a blast。 バーンって感じのイメージ。バーンを持ってるってこと？あ、気分を高める。惜しい。テンション上げていく。ノリノリだぜ。合ってるね、これは。な、合ってるね。もうちょっと言い換えてみて。例えば、じゃあこう文章で言ったときに、Go and have a blast! とかって言ったら、とか、I had such a blast last week。すんごい楽しかった。そう！来ました。来たね。パーフェクトな正解です。ワーストは、うん、楽しむとか楽しかった。へぇー。やっぱ、バーンって、弾け飛びる、飛びるじゃねえ、弾け飛ぶ感じは、あの、楽しいなんだね。そう、I had a blast at Disneyland。ファイヤーとかもさ、そういう時使うじゃないですか。そう。なんか、それと連想して、いけました。いいねー。気持ちいい。
これドンピシャ当たんの気持ちいいね。じゃあラストね。ラスト疲れてきましたよ。頭使ってるとやっぱ疲れるね。ちょっと息がかかってない。気持ちいい。キャウチポテト。キャウチポテト。何？キャウチポテト。キャウチは何？キャウチ。ソファ。あ、ポテト？ソファポテト。直訳するとソファポテト。ソファにポテトがあったらどうなる？ソファにポテトがあったら楽しいな。ソファにポテトがあったら、うん、怪しいよね。怪しいだ。違う。ソファにポテトがそれから外れようかな。ソファポテト。キャウチポテト。キャウチポテト。欲張り。違う。掘り出し物。違う。宝物。どうでいいですかパパ。You're such a couch potato. 俺なの？そういう時に使うとこ？とか。性格を表すんだ。ああ。でもスタンポテトって性格ある？乱暴じゃない。部屋汚い人とか。違う。だってソファーにポテトが置いてあるぐらい汚い。適当。適当。違う。ソファーにポテト置いてあるくらい。違う。泥だらけ。違う。逆？逆？ソファーにポテト置いてあっても食べられるぐらい綺麗好き。違う。違うんかい。キャッチポテト。ポテト。I think there are more couch potatoes recently than before. 最近ポテト、カウチポテト足りてないよねって言ってるでしょ。More people are couch potatoes. More people か、more people カウチポテト足りてないの？ More people are couch potatoes. ゆっくりする。のんびりする。くつろぐ。違う。けど、け、いい線いってる。カウチポテトをするくらい、のんびり。同じこと言ってる。カウチポテト、こういうことか。のんびり。休日、休み。違う。お腹いっぱい。違う。休憩。違う。のんびりの方が近い。のんびり。のんびりしてるんですよ。寝転ぶ。寝転がる。寝る。お昼寝。休暇。違う。なんか状態を表してる。横たわる。違う。寝そべる。違う。斜めがけ。違う。こういうことで寝る。違う。ソファーで寝る。違う。あ、だから、うん、そのソファーで何をしてる状態。食べてる。もう食べてるけど。ソファーで映画を見る。あ、近い近い近い。テレビを見る。そう、だからテレビとかずーっと一日中ソファーの上から動かずずーっと見ちゃう人。お？キャウチポテト。へー。だからもうポテト食べながらずーっとソファーの上に一日中もうずーっといてずーっとテレビか動画何かしらずーっと見てる人のことをキャウチポテトっていう。なるほどね。ほぼ合ってたね。I want to be a couch potato だったら使えると思う。うん、これは状態を表、自分がそうなりたい、だからニードって言ったら必要なっていうから、うん、状態は必要じゃない、になるって。になるっていうふうには言ってないから。I want to be a couch potato なら通じるんだ。そう。それぐらいのんびりしたいっていう時も使えるし、あいつ何もしてない動かないって時も使えるんだ。うん、どちらかというと、うん、マイナスなイメージだった今までは。へえ、そうなんだ。キャウチポテトって言ったらもう何もしないやつみたいな。だらけてテレビばっかり見ても全然ソファーから動かないみたいな。なるほどね。こうそういう感じで使われてたんだけど、うん、まあ、最近の方がやっぱ寝振りとかさ、そういうなんかでそういう人が増えたし、しかも特にコロナで、ね、コロナで増えたから、うん、もうなんか I'm a couch potato って言ったら、その前ほどはマイナスなイメージじゃなくなってきたけど、まあ割とマイナスな使い方の方が多い。先週から仕事だったよ、はっはーみたいな感じだった。うん。いやー勉強になった。ね、難しいよね。難しい。習わないっしょ。Don't mention it とか今めっちゃ頭に残ってる。うん。あれはいつでも使えそう。ほんと使いたい、早く。アメリカで使いたい。今日の授業はいかがでした？楽しかった。Don't mention it。まんまとはめられた！くそー！くそーだつ！ありがとうございます。うまくやられたな、最後。